吉田さん、こんばんは。まあ、頭がいない痛いポーズなんですけどもね。確かにね、楽に稼ぐ方法っていうのは、楽に稼ぎたい人に楽に稼げるよっていうふうな呼びかけで商品売ることですよね。でも僕ら違うじゃないですか。むちゃくちゃ大変ですよみたいなことを言って、甘いこと一切言わずにハードルを高めて高めて高めて、それを乗り越えた人に、まあ、商品売るわけですよね。でも覚悟をしていたはずなのに、その覚悟って折れる人って、まあ、無事いるわけですよね、みんながね、その覚悟をして、そのまんま、その覚悟のまんま塾の中で頑張ってくれればいいんですけども、そうはいかないですよね。やっぱりね、最初に YouTube 撮るぞって言っても燃え尽きてしまって、3ヶ月後にあれ、あんな人いましたっけみたいなことになっちゃったりとか、最初は塾アフィリエイトでブワーッと売り上げ上げるんだけども、3ヶ月ぐらい経ったらなんか案件ないですかとかになってね、まだ塾アフィリエイトやってんのと、っていうかそっから抜け出さないとみたいなね。十分塾アフィリエイトのベテランになったんだったら、それをね、人に教える先生になっていかないとみたいなね。それ誰に教えればいいんですかみたいな、集客してないんかいみたいな感じですね。ビジネスってイコール集客のことなんで、集客イコール発信のことなんで、発信しないと絶対ダメでしょ。塾アフィリエイトを100件やったんだったら、その100件全部アウトプットしていけば、それはさすがに教えてくださいっていう人の1人や2人出てくるし、出てこなければ近所の人とか家族捕まえてやればいい話なんでね、全然だからいけてないなと思うんですよ。覚悟した人もいけてないと。で、覚悟してない人は大金をドブに流すみたいなね、商品買うわけですよね。っていうことは、誰が稼げるようになるんですかって話ですよね。どうなってんだみたいなね。まあでも、稼げるようになった人はやっぱいるんでね、私たちもね、吉田さんもそうですけども、何百人何千人と見ていけば、さすがにね、はい、稼ぎましたって人は出ますよね。で、私はその人は、そういうね、稼げるようになった人は、その人の力量で稼げるようになったと私は思うことにしてますし、そういうふうに言うことにしてます。私のおかげでこの人は稼げるようになりましたなんて全然思わないですか。思わないっていうか言わないですよね、心の中で思ってても。でもそのぐらいはちょっとね、自分に、こう勝って兜の王じゃないですけどね、こう鉢巻き締め直していかないと、あ、そうそう、話変わるんですけども、実はね、やり取りをずっとしてる人の中で、なんかまあその塾を運営してますみたいな人がいるんですよね。で、あ、どんな塾なのかなと思ってやり取りをたまにするんですけども、なんかやっぱビジネス塾だそうなんですよ。で、自分の塾が50万のコースと100万のコースがあって、まあまあ売れてるんですよっていうわけなんですよね。わ、すごいですねっていう話になって、まあそんなに熱心にね、私も聞いたわけでもないし、疑っても信じてもいないんですけども、いや、その方がね、特に僕物欲ないんで、家も小さいボロアパートだし、車もないし、電車で移動してるんですよみたいなこと言ってたんですよ。まあ電車で移動してるってからには首都圏の方の方なのかなってぼんやり思ってたんですけども、まあ、それでね、売り上げは結構立ててるらしいんですけども、物欲がなくてお金全然使わないのに、なんか全然お金がないらしいんですよ。これ不思議だなと思うんですよね。だって50万とか100万の商品が、まあ、月にね、何本も何十本も売れてるって話するんですよ。じゃあむちゃくちゃ儲かってんじゃんみたいな。で、全然ミニマリストってお金全然使わない、どこにお金いってんのかなって、私はまあちょっとね、黙ってるんですけどもね。だからその、あんまり話しすぎると、人っていうのはなんかね、いい気になってボロを出すなというふうに感じましたね。まあでもね、こうなんていうんですかね、私たちは動画いっぱい撮ってるじゃないですか。そう考えると、なんかそのずっと見てる方がね、矛盾つこうと思ったら整合性取れないところっていくらでも見えるんですけども、ただまあなんかね、その等身大でこう発信してるんで何にもないなと思うんですよ。で、過去の発信と今の言ってること違いますねって言われても、考えそこは変わったんですよって感じなんですよね。カープファンから阪神ファンになったんですよみたいなことだったりとか、そんなね、レベルで、昔はね、やっぱアフィリエイトってのをものすごく推してましたけども、今アフィリエイト私はあんまり進めてないんですよ。大変なだけであんまり儲かんないと思うんで。って話したら、いや、アフィリエイトがむちゃくちゃ儲かるって昔の動画で言ってましたよ。その昔はと儲かったんですよって。で、この辺もまたね、ずれてるんですよね。なんか転売で儲かりますよっていうのも、いや、転売の参入者増えちゃったんで今は特定の転売しか儲かんないですよみたいな話になっちゃったり、そもそもそのメルカリの転売されてる方が多いと思うんですけど、メルカリって転売屋さん基本的に NG なんでね、利用規約よく読んだ方がいいですよみたいな話になっちゃったりするんですよね。なのにメルカリ転売で儲ける方法なんて未だに出てたりとかして笑っちゃうんですけども、もう何なんでしょうね。なんかね、いろいろ面白いなと思いながらの日々でございました。まあ吉田さんもね、すごいですね、やっぱりね、ドリームアカデミアとか、その商品をたくさん作れるっていうかね、私も商品結構作ったんですけど、今は全然商品作ることをしてないかなっていうところでございます。
まあ、たまにね作ってみたいなと思うんですけども、ついつい無料で出しちゃうんですよね。あかんですね。では失礼します。